アーティストが今のすべてをかける1分間、未来へのワンミニット。400年以上の歴史を持つ博多人形。人形師田中裕樹がその道を歩み始めたのは18歳の時。学生時代に偶然見かけた人形に心を動かされた。これが全て土でできているのかと、力強さであったり優しさであったり、すごいなと思った記憶がありますね。飛び込みで師匠のもとへ弟子入りして5年目に、ふるさとの母の姿を重ね創作した作品で、若手作家の登竜門である与一賞を受賞した。当時の自分が今の自分の作品を見て同じように驚いてもらえるかっていう、そこまでの自信は今はまだありません。毎日勉強ですね。田中裕樹、今の彼が全てをかけるワンミニット。伝統的な力士の人形を力強さと愛嬌たっぷりに表現した。田中裕樹の未来。この町に博多人形というものがあることを誇りに思ってもらえるような、そんな作品を作り続けていきたいと思っています。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。